日。はい、これが現実ですね。はい。ってなるわ、ほんまに。僕一人みたいですね。はい。なんか、ケイジ一人で行ってって言われて、まあ、ドッキリかなと思ったんですけど、ほんまのやつっていう。はい。ちょ、お前来いや。出ていいっすか？ああ、来い。ちょっと可愛がってる後輩が出るんで。失礼しまーす。はい。ゆうくんです。ゆうでーす。ケイシーさん、マジで一人なんですか、今日。いや、俺マジでね、一人やね。何したやん、こんなん。ちしぼい。すごいな、社長。まあ、今日一人で、どんくらいコメントいくかっていうのを、ちょっと、やろうかな。どうでもいいやけど、さっき全然知らんホストに頭下げられたっていう。知り合いと思ったんや。見たこともない。先輩でもないだろ、後輩でもないわ。うん、ねえ、そうやね。何話すかな、これ。あ、ゆうくんですね。流星の。あたがしさんは、ケイシに頼むわっていう言葉を残してどっか行きました。はい。やば。めちゃめちゃ適当やな。マジで。どうしよう。酒飲もうかな。酒飲みます？今朝まで飲んでたけど、また酒飲もうかな。で、体中、痺れさそうかな、ほんまな。なんか毎週なんか荷物揃えてるんですよね。あ、毎週届いてます、ね。完全今日来てない。来てないですね、今日。はい。なんか届いてるときここにあるらしいんで。完全今日来てない。来てないですね。うん、まあなんかめっちゃ書いてくれてるから一回突っ込もうか。アッパー今日何回殴られた。僕ね、アッパーじゃないですよ。まず名前が。ケンシンです。はい。アッパーはね、アッパー。まあ、アッパーって自分で言っちゃうぐらいですけど、アッパーはもう、今日はゼロ回だな。アッパー、名前なんでアッパーになってるんですか？うん、日本酒でね、潰さずに来てくれるみたいですね、この子はね。タランチュラね。タランチュラ。あ、僕タランチュラ食べましたよ。本当にね、まあ、簡単に言ったらうんこの味がしました。ほんまに、食べてほしい。ぜひ。したら絶対もうこれ以上、これから食べることないなって思うんで。はい。タランチュラ美味しいって聞いたんですけど。いや、全然美味しくない。美味しくない。もう、うんこや。うんこ。うんこ食べたことはないんすけど。ね。うんこ食べたことない。おいしょガッチャガッチャ。うんこ食べたことないんすけど。いやいやいや。うんこの匂いがしたんです。うんこの。あ、なるほど。味言ったら、うんこの、ね。なんすか？ケンシン、すっぽんの真似して。まあ、僕がね、すっぽんを好きっていうのは多分結構有名な話だと思うんですけど。もう今真似してるよ。気づかなかったかな。うん。気づかなかったのかなっていうね。はい。もう、すっぽんの真似してます。すでに。はい。でもなんか今日ね、雨降るみたいなんでね。洗濯物をちゃんと取り込んでおいてください。はい。今日の服っすか？これはもう、超お気に入りですよ。なんか、薄着がめちゃめちゃ、なんか、キラキラします。俺、死んでない。俺透けてるやん、もう。やばい。そろそろ死神迎えに来たみたいな。僕透けてないっすか、これ。なんか透けてる。ああ、もう完全今日暑いっすね。今日17度あるんで。僕夏っす。確かに暑いっす。僕からしたら17なんで。夏っす。今、これ着て暑いっす。やっぱね、見てくれてる子はまあ、ね、どの層が多いかわからんけど、やっぱ女の子が見てくれてると思うから、女の子寒がりやからね。本当に暑がりなんで、なんかこう、なんていうんですかね、女の子があんま気が合わないっていう。仕事中は一生暑いって言ってるんで無視してください。はい。来た時にね。言ってますね、暑い。はい。一生暑い。本当に。まあ、顔も暑苦しいってよく言われるんですけど、ねえ、そんなもんもうるさいぞと。ちょっとお茶飲んでいいですか。乾杯！乾杯！ 50 はいったな。ありがとうございます。お。ああ、そうっすね。僕今日、顔全くの、すっぴんっていう。はい、もうさっき起きたんで脳も回ってないですね、完全に。
はい、優雅の横でオブジェの真似してる、オブジェ、オブジェ、全くお前喋らんやん。あーちょっと、緊張してんの？喋って、ちょっと緊張してますね。いや、咳より緊張せんわ、そんな。家と変わらへんもん。家で、この、なんかテレビに、突っ込むみたいな。とりあえず言ってるみたいな。あ、そう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 。こんだけ見てくれてるからね。嬉しいっす、なんかね。嬉しいっすね。めちゃくちゃ。冬やから、何の話しようかな。まあ僕、顔見たらわかると思うんですけど、イルミ好きなんですよね。なるほど。はい。やっぱもう、あ、イルミネーション好きそうな顔してるなってよく言われるんですけど、なんかみんなどっかイルミネーション行きました？中目黒とかなんか綺麗って聞いたことありますけど。あー中目黒ね、うん、今ね、流行ってるよね。流行ってるんすか、うん、もうね、すっごいグイグイ来てるね。うん、どうなの、違うのかな、コメント的にどこがやねんって来てますね。どこが有名ですか、イルミネーション。いやなんかまあいろいろもう今やってるやろ。もう12月入ったからもういろんなとこでやってると思うけど、まあ僕ちょっとイルミ好きなんで、ああそうそう、ギロッポンのあれっすよ、ミッドタウン、すごい綺麗だったっすよ。あ、行ってみたいな、めちゃめちゃ。まあでもなんかちょっとね、クリスマスパーティーセットみたいなね、なんかご飯を見たら一人2万ぐらいしたんでね、ちょっとまだ早いなと。高いな六本木は。六本木は僕にはまだ早いなと。進出できない、はい、僕にはまだね、クリスマスはケンタッキーぐらいかなっていう。ああいいですね、はい、なんかこうアットホームな、アットホームっていうか、アットホームではない、自分のね、あ、竹に合ってるって しょうもなさをこう知らせられたっていうね。ほんとに、はい、月給ね2万、はい、もうセブの方と一緒ですね僕ね。そしたらもうちょっとね、もうちょっとあるよそんなもん。なんかな、もうクリスマスやからね。クリスマスっぽい話する？クリスマスと言ったらプレゼントとか。プレゼント何が欲しいか聞きましょうか。あー、ちょっと聞いてみますね、はい、クリスマス何が欲しいですか。クリスマス缶、あー、もう、金。あ、ドライヤー。いいドライヤーね。あすっごい女の子、多分。人間おちょこ、人間おちょこ、人間おちょこ、しようよ。面白い話っすか。なんやろ。まあ、僕、クリスマスは、なんていうの、一人ぼっちのクリスマス、なんていうの。あー、クリぼっち。あ、クリぼっちっすね、ずっと。うん、はい。ずーっと、あれなんで、まあ、今年もクリボッチそうなんで、確定ですか、ほぼ。ほぼ確定やな。あ、確定ですね、もう。気持ちいいな、だから。もう一週間切ってますからね。うん。もう一週間で、もう明後日やもん。あ、そうや。明後日か。え、今日。あ、そうか、明後日や。そうそう、明後日やから、確定ですね、これ。確定。はい。僕と過ごしたい方は、ぜひね。お。LINE でもしてきてください。あー、いいですね。はい。クリスマスね、何して過ごすかな、俺。クリスマスは、やっぱクリスマス、もう肉しかないですね。チキン一匹とか。丸ごと。うん。でもなんか女の子はやっぱちょっとこう見た目がね、うん、見た目結構気にする子が多いから、チキン一匹はあんまりなのね。ちょっとグロい。一緒にチキン一匹食べようよって言ったら、なんかこう、普通の肉の方がいいって言われた時に、しょっ。俺が、肉になろうかなっていう。なるほど、うん、なんかこうメイクしてさ、ちょっと焦げ目とかつけて、ちょっとこう目標のポーズみたいなして、まあ、ちょっとおならは強めに出そうですけどね。あの格好ってめっちゃおなら出るの知ってます？人間やったら。え、こんなポーズですっけ、うん、こんな。もう服はまず関係ないですからね。うん、うん、で服ボロカス言ってるけど、これバリ可愛いからね。俺アマゾン行ったことないけど、これアマゾンからみたいです。あー確かに、まあなんかやっぱ、あでもちょっと映りが悪いな。女の子とかやっぱね、アマゾンとか興味ないと思うもんね。うん、女の子何に興味があるんだろうね。何に興味ある、今なんか興味あることないですか、それに突っ込んでいきます僕。うん、はい、アマゾン、あーそっちのアマゾン、通販のね。あナルミヤ、あーまあまあそっちはあんま触れられへんな。うん、ゆうの味が雑っていう。いや、この、久しぶりっす。お
誰かわからんけど、ハーチョと言ってる、ハーチョ。おー、羨ましいですね。自分もハーチョ欲しいな、ハーチョと言ってるわ。ハーチョ。もう。いやーねー、何が好きだろうな、女の子。それこそ、24日と25日がクリスマスイベントで、ちょっと、プレゼントあげる企画あるんですけど。そうやな。その、なんか欲しいものとか。何欲しいか教えてよ、うん。教えてくれたらちょっと参考になるかなと思って。うん、別に買わへんけど。買わないんや。教えてくれたところで別に買わへんけど。そこ買わないんや。教えて。あ、美。うん、美顔器ってなんですか。美顔器やろ。美顔器か。あ、お前、わからん。どっちかわからん。訓読みか、お読みかわからん。美顔器な。俺欲しいんや、ほんまに。欲しいですね、自分も。高い高い。俺はもう。あ、ケンシンさん欲しいっていうことやな。俺高いから。あ、めちゃめちゃ、自分も欲しいですもん。うん、あ、ケンシンさんの、ちょっと。うん。早いね。下ネタがね。うん、早めの下ネタ。あ、ちょっと。はい、美顔器な、うん。俺も欲しいな、やっぱり。ゆきち。やっぱ、ケンシン言うたら美形みたいなとこあるから、うん、なんか、ね、言われるし、なんかやってんのって、顔、うん。なんかこう、綺麗だねって言われるんですけど、顔は、洗顔は使ったことがない。体洗う延長線上で言ってます、僕。はい。ボディーソープで顔面いってます。はい。そうですね。そうですね、なんかめっちゃ言われるんですよね、うん、肌だけ綺麗って、うん、めちゃめちゃ綺麗なんだよと、肌だけって。肌もうっすよね。いや、肌だけって言われる。あ、そうなんですか。うん、目見て肌だけ綺麗って言われるからこっちも目見て肌だけなんすよってよく言います。はい、ねえ、あ、音波歯ブラシね。なんかゴミーンみたいな。なんかでも僕あれ持ってたことあるんですけど、うん、あれこう待っとくやつっすよね。あ、そうなんですか。こうやってできないじゃん。うん。なんかもう考えられへん。歯ブラシの概念崩してるわ。歯磨いてる感ないっすよね。あ、電動歯ブラシでもやっぱ綺麗になるんじゃないですか、めちゃめちゃ。まあ、どうなんかな、もう。どうなんかな。全部なんか、インプラントとかにしたら全部綺麗になるやろ。ねえ、ほんとに。ありがとうございます、ほんとに。あ、今日もかっこいいぞ。塗り壁みたいな顔見てかっこいいなんてね、ほんとにね。ほんとにもう、なんもしてない。本当にふざけてんのかだよ。インプラント代くれってね、うん、高いからね。高いですね、やっぱ、うん、俺が作ろうかな、紙粘土で欲しい女の子のあのインプラント、俺紙粘土作ろうかな。あ、それ嬉しいですね、うん、ハンドメイドっていうんです。なんかちょっと熱いものとか食べたら溶けるけど、その時はゲーして、せんべい食ったらなくなる。そうやね、せんべいやっぱなんかな、ポタポタ焼きかな、うん、おばあちゃん乗ってるやつね、あれ美味しいね。ユーが適当。ユーめっちゃかっこええやん、お前。かっこいいっすか、うん、え、かっこいいっすよね、ユーね。いや、自分で見ててちょっとこう、顔も覆いたくなるぐらいもう。まあ、しかも髪の色もなんか変やし。なんでお前ネガティブやの。ひすい。おーい、何やねん、その振り。ひすいはね、あいつめっちゃなんか、かっこいいっすよね。うん。本当に。ひすいさん、ちょっとかっこよすぎるな。まあでも、僕は、ライスも僕に読む。噛んだわ僕はライスも僕に生まれたいですって言うと思ったけど、噛んだわ。もう全然かっこよくなかった、今。うん、ダイソン、バカか。あ、ひじさん腹黒なんすか、うん、知らんけどな。優しいっすけどね。ダイソンってお前。吸引力も変わんないね。いやでも掃除機欲しいな。あー欲しいっすね、掃除機。掃除機はやっぱちょっとね、なんか人を吸ってみたいよね。人を吸うっすか、そこ。あのダイソンのめっちゃこう、吸引力すごいやつで人を吸いたい。うん。どっちが強いですかね、ケンシーさんの吸引力と。どうなんかなー。あっち機械やからな。ああ。やっぱまあ、本当に俺の趣味みたいな話なんだけど、はい、やっぱ地球侵略みたいな。あのロボットが地球をこう侵略するみたいな。だからこうなんかお尻入ってるじゃないですか、この iPhone みんな使ってると思うけど。あ、お尻。ああ、お尻とか危ないですよ。本当に。あ、やばいっすね。うん、征服するみたいな、ターミネーターみたいに。ああ、そうお尻入ってるからね、お尻が入ってるからやっぱこうやばいなって僕思うっすね。でもこんだけだって、もう人工知能進んでたら、だって
完全に俺より頭いいやん、うん、やばいっすね多分腹立つもんね。全部俺より頭いいって時点で会話聞いてるらしいっすよね、うん、お尻キレられてんじゃん今今キレられてんじゃん。そしたら今尻怒ってます。めっちゃキレられてんじゃん。あの都市伝説のあれでやってましたよね、なんか名前つけようみたいな。あー携帯に都市伝説、うん、見てないですか。俺あんま興味ない、ね、あーないですか。あれあの髪型おかしい人喋るやつやろ。そうそうそう関さんが、そう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 、うん、まあなんかね、あんま人が興味あること全く興味ないんで僕。ちょっと違うとこに興味があるっていう、うん、完全にね、今一番旬のねネタはね、ロシアの深海の生き物がもうバイオハザードレベルっていう。なんすかそれ。もうやばい。新種ですか。いやもうやばいやばい、もう本当にバイオハザードみたいな、もう本当に怪物みたいなのなんですけど。めっちゃ見てみたい。ゆりんちゃんですか社長。社長ちょっといないですね、今日。来てくれるかもしれないですね。祈っといてください。僕っすか。何が欲しいんやろ、俺。ケンシンさん、僕今もう欲しいもんないっすね。バルマンとか、お客さん欲しいっす。あー確かにはい、はい、お前何が欲しいん。自分シュプリームの服とかめちゃめちゃ欲しいっす。あー今流行ってるからな、シュプリーム。でもあれ昔やってたやつやろ。あ、そうなんですか。なんか元々もう何年前なんかでもだんだんやっぱ着てるよね、こうゴローズとかもね。僕変人っていうか言われるっすけど、僕はいたって自分で普通だと思ってますはい、流星元気しとんのかって。あ、流星元気っすよ。今日ちょっとなんかどっか行くっぽいっすけど。どこ行くね、知らんけど。飛行機でピューンと一飛び。俺は体脂肪率ね、どんか50ぐらいかな。豚と一緒やん。もう豚だからね、ほんとに。豚めちゃめちゃあれだし、シャンパンとか別にもういらないっすもん。お客さん欲しいっす、リアルに。はい、リアルに自分もお客さん欲しいですね、うん、僕なんかすごい自分が太ったなって思うのが、うん、この前こう二郎ラーメン行ったんですけど、うん、ゆうと二人で、うん、で僕なんか完食したことなかったんですよ、うん、言ってましたね。お腹いっぱいになるから。でもこの前完食してその後にまた飯食っちゃったっていうのでちょっとやばいなっていう、うん、ああもういよいよデブなってまうなと。胃袋めちゃめちゃ大きくなって豚なってまうなと。工場にそろそろ吊るされんじゃないかっていうすごい不安にね襲われてきて、うん、ありがとうございますね。あれエースね、ほんま量多かった。エースとかもうできたことないでしょ、うん、分からん、もう、ね、エースとか欲しいですね、うん、リシャール5本ね、ほんとにね、うん、僕はリシャール某店のなんかこう知り合いの子がリシャール飲んで救急車運ばれたら言っとったんで、ちょっと怖いですね、リシャールはね。めちゃめちゃ強いお酒ですか。リシャールはね、もう強い、いろいろ強い。いろいろ強い。1本300万ぐらいするんじゃない。うん、強いっすね、それは。だからね、リシャールね、もう5本おろしてもらったんでね、1000万プレイヤー。死んじゃうっすね。うん、まあ、開いたらもう1本みたいな感じだったら、僕はもう1本でいいです。いくらからエース。どうなんですかね。言うこと聞いてくれたらね、僕はもういいっすよ、それで。はい、やばいやばい、宇宙から僕の携帯にメッセージが来ました。あ、違いました。なんか通販で服買えっていう。服買えっていうね。宣伝。そう、でもなんか僕、リシャールとかもなんかこう、まあ、ホース始めてから、これ、ルイとかいろいろこう調べていく中で、うん、世界一高い、このボトルみたいなのあったんですけど、うん、ダイヤモンドをこう散りばめられてるんですけど、あ、それが、原価で、3億ぐらいしました。じゃあ、あれですよね、うん、タックスとか入ってきたら。いや、もう、あれ、もう国宝ですよね。国宝っすね、それ。うん、やばいな。そうですね、30億ですね、お願いしますんでね。そんなもんはもう、手に入るかわからんけど。なんか国宝言うたら、なんか、何でも鑑定団で、国宝級のが出たっていう。あったんすか。そう。最近っすか、それ。2500万が出ちゃったみたいで。僕パッと見100均の、100均で一昨日見たかな、みたいな、器だったんですけど。まあでも2500万するみたいなんでね。すごいっすよね。知る人ぞ知るみたいなとかあるんすかね。なんか
すごいな。夢あるね、このね。あー、このリシャルタワー。文、この文、これなんていうの、うん、文っていうの、コメントね。コメント、うん。うん。そうそうそう、なんか、すごいですよね。まあ、僕も人間国宝ぐらいになりたいですけどね。最終的には。いいっすね。うん、なんかね、無形なんとか遺産って言わないですか。いや、なんでもないです。すいません。世界遺産。なんか無形なんとか遺産って言わないですか。人のあれ。あ、人は形あるから違うな。あ、そうな。俺、ドアップ。割とで顔でかいから大丈夫やろ、これで。もう、メクソとかもうついてたらもう本当に舐めてください、本当に。はい。あ、なんか、ゆりんちゃんのね、お母さん、ママ、仕事決まったみたいなんで。よかったっす！よかったっす！ゆりんちゃんも俺、もう初めましてぐらいの感じだけど、多分、ちょっと。人間国宝ね、なんか、多分、白髪の人が多そうだよね。何おろしたら嬉しい？何でも嬉しい、ね。なんか、ボトルおろしてもらったことないんで、ボトルなんか入れてもらったら、もうちょっと結構、ハッピーになりすぎて4階から5階にすっ飛んじゃうかもなーっていうぐらいですね。はい。そこ、1階分なんですね。あー、もうちょい行きたかった。あー、ちょっともう4階分ぐらい行きたかったっす。あー。そうやね。朝日ボトル。朝日ボトル？あれか、スーパードライ。僕、もうなんか、めっちゃビール好きっすよ。はい。なんか、ね。ゆりんちゃん。ゆりんちゃん。すごい、しっかりコメントくれてるから。ビール何が好き？僕ね、ハイネケンが好きなんですよ。ハイネケン？セブでもハイネケン飲んでたぐらい好きなんですけど。あ、セブにもあるんですね。セブはね、スーパードライはないから、そう。まあ、淡麗は一生飲めるっすね。はい。ああ。ダメージジーンズが。ああ、そういうこと？なるほど。いや、なんかズボン破れてるとか言ってるから、うん、何のこと言ってやろみたいな。一回無視しとったんですけど。うん、マジで。これな。うん、なるほど。これダメージのとこね。ねえ、ちょっとオシャレわからんかな、うん。一瞬ちょっと自分のがもう破れてるかな。オシャレわからんから、これね。ダメージデニーム。ダメージデニームですよ、これも。かっこいいですけどね。この裂けてる感じとか。こけたってもう、俺膝でしか歩いたことないからね、基本的に。その前にさ。うん、俺ね、ハーフって言われるね。あ、そうなんですか？何のハーフか知らんけどね。三つです、ほんとに。うん。びっくりした。家ないのに見えて。寒くないの？あ、寒くないっす。僕は常に体を熱して、菌を殺しまくってるんで、病気にかかんないっていう、この無敵の。無敵っすね、はい、それは。いい。アップリケつける。あー、なんかね、仮面ライダー好きなんで仮面ライダーください。あー、なんか。こんなでかいのありますかね？あるよ、もう。作るよ、そんなもん。うん。そんな、ズル向けないだろう。完全にズル向けっすね、これね。言うなら。うん、熱い男なんだなって、なんかちょっと、全然意味ちゃうやん。てか、字がなんかもう、ただ、暑苦しいやつみたいな。夏の暑いになってますね。やっぱデブみたいなとこあるかな。うん、袖破れたち、足りてないね、完全に。これレディースなんでね。あ、そうなんですか。そう、もう完全にこれもう足りてない。これ普通の半袖やったらもうおかしいもん、絶対。おかしいですね。足りてないっすね。うん、肩幅とか足りてないっすよね。そう、肩幅俺ガンダムやからね。もう、いつ僕の、僕はあんまり人の目とか気にしないんで。いい意味でね。なんか、そう。もういいっすよ。ね。はい。なんか僕、今ミュージついてるんですけど、笑う角にっていう、変えた方がいいって言われたんですけど、なんかちょっと、くれたら嬉しいっすね。この間はまで、ピエロだったっすよね。そう、ピエロから笑う角に行って、普通の名前しろって言われた。ついに。でも、ついになんかこう、なんかもう、見た目、っていうかもう名前ぐらいかっこよくしろって言われて。そう。でも、笑う角ってちょっとこう、うん、覚えれますけどね。うわ、ちょっとインパクトあるから。今日ね、社長いないんすよね。うん、忙しいっすね。切れたもう切れた。切れたわ、もう俺、社長なんか。ふりかけ、とか。もう切れたから、もう、ノコギリクワガタの真似とかするから、いきなり。これ出してくるわ、すぐ。切れたらもう。
切れたらもう吉やからね、ほんとにね。俺切れたよ、もう。ほんとに。もう。裸に、裸ね、あのね、アウトなんすよ。あ、アウトなんすか？乳首出たら多分アウトなんすよね。あ、ニコラもバンになっちゃうんすか？そうそうそう。これアウト？セーフで。いや。なんか応援部隊来たかな思ったら全然違う。切れたもん、俺。本当に。こより。スーパーこよりタイム入っていい？こより？こよりっすか？あのね、もう服はいいよ！服はいい！もう。もう服はね、あの、ちょっと、あれよ。ええやつやから。素材。触り来て。あ、めっちゃ柔らかい。めっちゃ麺 100% これは。これは寝て、ね、これ着て寝れる。これはいい。お、聞きたいですね。ゆりんさんが。そうやね。なんかサンタに何をお願いしたかはちょっと聞きたいかな。聞きたいですね。みんなサンタさんに何頼むんかな。完全に俺のあの、苗字の話、ちょっと流れてない。流れてない。顔、肝。みたいな。あれもなんて読むかわからんもん、あの漢字。難しすぎて。どこですか？麺。サクヤ。サクヤっすね。バリかっこいいやん。バリかっこいいけど、絶対、つけたら気持ち悪いやるからあかん。サクヤ剣心さん。サクヤって名前の方で入らないですか？どっちかって言ったら。いや、でもなんか、まあ、かっこいいな、でも。かっこいいしね。うん。白ヶ崎とか。なんか、かっこいいやん、なんかこう。あ、ダイヤモンド。愉快的な感じでダイヤモンド剣心みたいな。もううざいやん。もっとうざいやん。もっと、うん、ダイヤモンドって つけるだけでちょっとうざいのに。あ、ちょっと、うん。あ、パール。パール、パール。ないなぁ。ホタテ、いやいやし、田中ね。田中、めちゃめちゃ普通の来た。田中精神みたいな。ダンツのね。そうそう、話コロコロ変わりすぎ。僕ね、落ち着きがないですよ。ただの落ち着きがない。ネギ剣心ね。ネギ。うん。初音ミクと友達になろうかな。田中一郎。もう、名前まで改名来てますよ。うん。もうね、極論言っていい？極論。俺目悪いから、ここあんま見えてない。あ、見えてないんすか？うん、こっちで行こう。九条。もうネギやんだ。あ、ネギっすね、完全にもう。オパール。なんかもう、下ネタみたいなね。そうそう、僕、目悪いんすよね。あ、僕、目欲しいっすわ、クリスマスフレンド。ええ目。ええ目ください。ええ目。綺麗な、やつ。ほんまにね。はい。オマールね、もう、エビですよ、ほんとに。エビ。おはようございます。はい。今から全てが、良くなると僕思います。いや、なんか、空気がね、やばいっすって、マジで。何件か来たよ。ニコ生今から見るのやめまーすって。そんなに、え、剣心ピンやった？はい。剣心ピンは、きついっつって、何件かやめまーすって来てたよ。あー。どんな話してたん？そんぐらいが調子いいっすね。どんな話してたん？はい。名字の話とか。あの、地球を宇宙人が侵略する話一緒しました。怖いなぁ、その話。あ、ユウは途中参戦やった。ユウはもうあの、僕一人危ないかなと思って、ちょっとイケメン置いとこうかなと思って。そんなちょっとあれじゃないですけど。今日もとぼけた顔してるね。してます、やっぱ。今日もとぼけた顔してる。トップクラスこれ。あ、でも昨日よりマシやな。大丈夫ですよ。ちょっと回復したんで。うん、若干な。うん。今日、じゃ、まあ今まだオフでした。まだオフやったけど今からオンに切り替えようかな。よし、スイッチ入れましょうか。ここでオンにするんすか？いやいや、もう今からやな。はい。今日あれなんや、たかっちゃんも。そうなんですよ。なんか欲しいみたいで。あ、そう。ほんならちょうど、そうですね、今から仕切り直しっていうことなんで、はい、一回じゃあ CM しましょう。
No one is safe here, we're all in danger. In that corridor, I see a stranger. Robbing and ransacking, I see a walking. Lock your doors now, I hear a knocking. Watching your code. おい、喋って。おい、ああ、今からいやなんかやたらと CM 中もサンタコスのサンタコスに着替えろっていう脅しがすごいけど、めちゃめちゃ来てました。うん、今は着替えないね。あ、でももう昨日見たっすね、サンタのコスプレの女の子。サンタのコスプレの女の子たまに見るね。もう5人ぐらい見たっすね。はい、結構いますよね。これね、お店にもサンタコスプレ、うん、3人ぐらい来ましたね。うん、揃って来てたっすか。来てました。来てた。あ、ユリンの社長ね。ユリンの社長まだじゃないかな、ちょっと分からへんな。で、俺ちょっとなんか歌って言うけど歌うキャラでもないよな。シンガー、シンガーっぽい感じなんかな。ちょっと今日ちょっとロックじゃないけど、シンガーっぽい、シンガーっぽいですね。いや、なんか歌ってるイメージでもあるんかな。ケンシン前歌っとったよね。そうですね、僕は。なんだ、この、ナイトチューブの歌うま選手権みたいなのにも出とったもんな。はい。あ、そうなんですか。うん、出とって、1個クリアしたんだっけ。1個クリアしたっす。1個クリアして、2回目で負けたんか。あ、負けたってこと。1個クリアしたらもう4番っすね。あー、はい、そうなんや。いや、8人しか参加しないんですか。まあまあ、そういうことになるような。ほんまやん。8人しか参加してへん。1枠、10人ぐらいですよ。もうちょっと助けない。あ、もっとおったんやん。あ、見に行っとったんかな。お、めちゃめちゃ見てみたいな。もっといたよって子は。じゃあ、ケンシンさん、マジで相当。ケンシンの歌声、じゃあ聞いたんかな。いや、めちゃめちゃ聞いてみたい。いや、それ前やったよな。そうっす。意外と。意外と、普通に歌うっていう。あ、この声は、もうあれですね、接客の声ですけど、うん、歌声は違います。じゃあその接客じゃなくて普段の声はどんなの。こんなんす。接客じゃ、グイグイグイ、今こんなんす。なるほどね。はい、やっぱ単独放送はきつかったかな、はい、やっぱね。きつくはないですけど、僕が好き放題やっていい感じもともとなんか別でなんか企画じゃないけど番組出てた時期もあったやん。ズッコケーズっすか。ズッコケーズ懐かしいね。別のがあるんですよ。ズッコケーズはもう完全に危なかったっすね。あれとかも出てたけどな。から一番本当なら慣れてるはずよね。あ、もう番組は慣れてるっすけど、うんうん、社長おるっと思って来たんで。ズッコケーズはモチベーションが、ズッコケズは、なんであれ封印されたの？いろいろあったっす。ちょっと言えない。言えない、いろいろあったよ。メンバーの一人の。あ、そうそう、緑やったね、ケンシンね。そうなんですよ。僕緑ありますよ、だから。メンバーの一人の子がちょっと、テンション高すぎる子がいて、うん、その子がやらかしすぎて。あ、なるほど。NG に。強制終了っていう。あと、ケンシンが参加しなかったっていう噂も聞いたんやけど。あー、ちょっと、あれなんですよね。返し、ここしか聞こえへんくらいのボリュームやった今。あ、でもなんか、なんでほら、ケンシン結構サボってたよねって言って、その時から知ってくれてる子がおるわけや。別にね、あれ金曜日やったんですよ。休みの日やったんで。まあまあまあ、定休日やったな。やることもなかったんですけど、うん、サボってたっすね。もう終わってるやん。やることはあるから行かれへんかったわけではないんや。多分そうなんですよね。わかんないですけど。ちょっとマジなトーク。返しやめてもらっていいですか。ボソボソ言う。あ、でもボケた方がいいですか。いや、ボケんでいいけど、はい、マイク拾えないぐらいのボリュームやめてもらって。あ、わかりました。
あのサンタはよやってはようってすごいサンタ推しが2人おる、うんうん、めちゃめちゃサンタ推してますね。うん、いやさっきサンタの話でもしてたの、あプレゼント、うん、何欲しいのプレゼント欲しい、あねえねえ、それこそ企画があるじゃないですか、24と25、ああその参考に、しかもそのサンタのこうサンタじゃん、クリスマスのお店から の, あのみんなへのプレゼントの買い出し係なんよね俺。あそうなんですか。そうだから逆に今え 何が出てたん。いやそれが全然意外とスルーでちょっとあんまりスルーやって いい件、あでもなんかいいドライヤーね、ドライヤーいいドライヤーと美顔器、あ美顔器ね、美顔器とかなんか毎年買ってるような気がするな、と雪地、雪地と、あそれ雪地はややこしいから俺あれは買ったよ、何やった、あのコンビニで買うなんとかカードみたいな、ああ iTunes、 iTunes カード、あー iTunes カードなんぼかみたいなのは、あーいいっすね、あのダイソンじゃなくてタイソンなんだけどな、怖すぎるな、誰音波外れだしね、ああ、そう、歯ブラシ、歯ブラシ見とって。出るやん、なるやん、タイソンゲイ。この陸上詳しいね。完全にね。うん、ボクシングじゃない方来たからね。逆、マイク・タイソンじゃない方来たって。下はマイク・タイソンゲイ、あの、陸上選手ね。アメリカの。眉毛濃いやつですね。まあ、ラッシュの詰め合わせとかは、あの辺はね、もう、使うんですかね。安定の。うん、定番。やな。うん。柔軟剤とか。あー、ザボン。で、音波ブラシ分かったって。音波、なんかさっきから同じやつ、サンタさん USA in Bluto、 ボルト、ボルト、これ、なんすか、ボルト、ジャマイカじゃなかったっけな、ジャマイカなんやけど、USA におるのかな、今、分からへん、ああ、これなんか、化粧品じゃないですか、ああ、そういうこといや、分かんないですけど、これもプレゼン、うん、551はもう無視を無視を言って拾ってもうだけどはい、じゃあそろそろね、いい時間になってきたんで、いつものコーナー行っちゃおうか、はい、おいつもの、ちょ、あれ、このタイトルコール、たかしが言ってるけど、いつもなんて言ってるんやろうな。いつもの、見つがれてちょうだいのコーナー、イエイ、よいしょー、はい、ということで、いつものね、これ、見つがれてちょうだいで合ってるのかな、名前。やらしすぎる名前、あ、見ついでちょ、あ、見ついでちょうだいかな。見ついでちょうだい、うん、見ついでちょうだいのコーナー、あ、物乞い、物乞いはなんか一番なんか、響きが、ダサいよな。物乞い。ダサいですね。まあ、物乞い番組やけど。はい。じゃあ、今のところまだ番組閉鎖しなくていいってなってるんでね。はい、はい、2週連続来なかったら、やめるって言い続けてきて。さあ、今週の、見過ぎ物は、はい。こちら、お来てないよー、来てない、来てない、来てないよー。てか、なんか僕出るとき来なくないですか。来てない、いや、あれ自分のときも一回も来ないですね。マジで、うん、か、めっちゃ来るときゴリゴリ来るじゃないですか。あれゴリゴリ来るんですか。見たことないですね。あー、俺めっちゃいいやつ食べたよ、確かに、あ、今日来てないってもう言ってたの、さっき。だから止まんなや。あれ言った、フリーズをするんだ。言ったっす。言っちゃったんだ。僕なんかこの順番飛ばして、このコーナーとかはもう知らないっす。あ、そうです。これは今からなんか次送ってくださいっていうコーナーかなと思ったんで。何が、はい、違う、今ここで紹介するやん。あ、そうなんだ、ね。カニ久々に送って。おだけどカニいいっすね。お、なんか先週はね、てか送ったのにってもうどっか届いてる。ラフランスがすごい、ああ届いてた、芳醇なラフランスが届いたんよね。あ、送ったのにっていうコメントが来てる。来てないな。どこに行ったんですかね。今ちょっと配達中かな。どこに届いた、どこに届いたんですかね。うん、ちょっと探してみます。ないな、ないっす。もうどっかありそうっす。あ、2週連続や。まあ、先週は来てたから、まあ、まあ次来なかったらって言うんやけど、ちなみに、この時間の放送が、多分もう来週でラストになるんかな。え、次、いつになるんですか、うん、年末ないみたいな。うん、じゃなくて、時間が変わる。来年の1月から、お引越しをします。おぉ、初めて来た。どこに行くんですか。火曜の9時。火曜の9時、あ、じゃあ仕事中っすか。火曜日9時に、番組が、
お引っ越しすることになりました。おーよいしょーチューズデーイ、はい、はい、チューズデーということでね、はい、チューズデーです。スタッフに聞いてよっていうのはあれかな、聞いた、送ったやつをってこと。そうそう、ね、届いてないですよね。届いてないみたいです。やっぱ送ってくれてないと私なんか悪い気持ちはしますね。うん、いやー、なんか時間のなんか兼ね合いとか宅配の業者のなんかミスとかがあったのかな。あ、この時間やから見れたのにみたいな、やっぱあるんやな。あー、うん、なんかタイムシフトとかで見れないんですかね、あれ。火曜日の9時になっちゃうんですね。あ、じゃあちょっとうん見る層とか変わっちゃうかもしれない、ね、いやもう変わるかもしれへんな。こうやって YouTube とかでこの更新されるんで、いやでもやっぱ生で見てくれるっていうのは、うん、リアルタイムが嬉しいですね。確かに、あうん、うん、いや来週もう一回あるよね。うん、ちょうどもういいあの火曜日来年に送ってくれる子もいるみたいな。火曜日9時か、うん、てんてんてんがねやっぱね、うん、何人か見れないっていう、うん、ちょっと寂しいですね。事故ったかな。あ、これ社長見れへんのって聞いてる子はもしかして9時台は見れられへんのかな。みんな何してんの9時台。もう寝てる寝てる子らん。ユリン見られへん。あらららら、ユリンが見られへんやねんっていうのはでかいな。てか今の放送中に来たらめっちゃテンション上がるけどね。うん、何がモノっす。ああのカニさん、うん、モノの話な。届かないかな。もうバラバラすぎたな今全員3人の会話が。うん今ちょっと揃ってなかったっす。ケンシン癖出てるね。ケンシンってこうちょっとなんかある時こう唇をこうそうなんですよね、ほじるっていう癖があるからね、はい、あ、何日の何時に送ったやろ。本当に届いてないです。ほんまなんですよね。ここはもうあ、本当に届いてないです。確認したけど、はい、まあなんかやけど送ってもらったっていうことやからな。うん、本当っすね。なんかでも来週のラストのこの時間にそれが見せれたらいいかな。そうですね、うん、来週今日とか届いたら。でも来週ちょっと怪しくないですか。食べ物系とかってやばくないですよ、うん、食べ物系でも食べよう。食べましょう。うん、それは来週とかちょっと怪しいけど腹壊してでも食べましょう、うん、来週はカニじゃないでしょ。カニは来年って言ってたやつですかね、うんうんうん、そうか。何か逆に何送ったか気になるよね。あー確かに、何やったんやろな。そうっすね、気になるかな。何送ったか教えてほしい。まあでもそれ今言うてもうたら思うんだけど、あーちょっとね、サプライズ的なね、次の、うん、今までの流れで言ったら前回がフルーツで。そうっすね。その前なんやろ。来てるやつ。その前が、あれや、梅干しとかがやったんかな。あー、カリカリ梅とか。あ、全然違う。あ、ガチ梅干しですか。ガチ梅干しと、あとオリーブオイルとか送ってくれた。あー、あったあった。あとなんか、おしゃれ、なんか漬物っすよね。漬物の入ってなかったですか。シソみたいな。シソ。あ、違うあれ。そう、いいオリーブオイル。そう。いいオリーブオイルですね。いいオリーブオイル、はい。お金はいつでも送って。うん。と、うん、いうことで、ちょっとはい、ショックが隠しきれないんで、一回このタイミング CM どうぞ。君たちか、待つぞぜ。
なんでうちを選んでくれたの？月給26万3ヶ月サポート。新人でも出勤7時から3ヶ月に1回旅行付き。忙しすぎて人が足りないけど明日から来れるか。はい。君たちやっぱり60だな。はい、ということで、すごいショックを受けてるのは、これはもう送っていただいた人なのかもしれないけど、まあ来週が、この時間ラストっていうことで、一気にね、どんぐらい集まるかっていうのを、ちょっと、試みたいね。そうですね。楽しみにしてる。やっぱり来週。今年最後。今年最後に、どれぐらい見つがれるかっていう。はい、やっぱり、最後はやっぱ、終わり良ければ全てよしぐらいの感じでいきたいですね。まあね、まあでも番組自体は続くんで、ただ時間が変わる、時間と曜日が変わるっていうのであれやけど、まあまあでも年末やしね、サンタクロースからの贈り物っていうのもっていう設定のものとかも来そうやね。ああ確かに、やったらちょっと嬉しいですね、ロマンチックですね。これなんで9時にするのかっていうのはね、この時間よりその時間が暑いっていう話を聞いてね。ああそうなんですか。結構やっぱりでもその時間帯は多いみたいで。あそうなんですね。そうそう、まあ営業中っていうのはちょっとあるから、何人か抜けれなくなる可能性がちょこちょこあるからな。店で一番暇な健進くんが登場する機会が増えるかも。待ってないでしょ、誰も僕のこと。僕また一人でやるんすか？いやいや、でも一応9時から、9時の台も僕と、たかしが中心に出ることによ、出る予定ないけど。まあまあ、こっちは潤うけど、店危ないですね、そしたら。怪しくなってきますね。じゃあ、どっちかやね。こっち支えるか、店支えるか。そうっすね。でも9時はもうこっち支えましょう。いや、まあまあ、週1にね。まあ、9時って、まあ結構、9時10時やから、そうっすね。大事な時間帯やけど。一番そうなんですよね。まあ、ひずいとかもね、読んで。そうっすね。まあ、あと、まあ、店はどうなん？謙信がおったら大丈夫なの？まあ、僕おったら大丈夫ですね。大丈夫ですね。基本的には。はい、うん。ゆうがおっても大丈夫。ちょっと危ないかもしれないです。じゃあ、ゆうはこっち支えます。こっち支えてもらって。店はあれやんな。ありがとうございます。まあまあ確かに店もあれやけど、こっちもね、やっぱりまだ会ってなくこの番組上でしか会ってない人もおるかもしれないから、そうですね、見てる人にはぜひみんな会いたいですね。まあ先にちょっと一個気になったのが、ゆりんちゃんが100円をもらってポップコーンを買ったから送っていいっていうコメントがあったけど、ゆりんちゃん食べれないですね、送料っていうのもあるんでね、もうちょっとあと何百円かもらおうか。そうですね、送料、そう、送料があるから。気持ちは嬉しいですけどね、すごく。ポップコーン食べられへんの？僕ですか？うん。僕はポップコーンに嫌われてんすよね。せっかくゆりんちゃんがママからもらった100円でポップコーン買ってくれるって言ってんのに、なぜ今食べれないっていう発言をしたよ、お前。いや、なんかこう、ちょっとこう、思いが強すぎて。どういうこと？どういうこと？食べれなくないですか？なんか僕、人にもらったものとかあんま食べれないですよね。大事に取っといて。大事に取っといて、最終的にこの切れちゃうっていう。あ、でも今まで届いたものを食べてなかった？まあ食べたっすね。代表に届いたって言ったんで、うまそうやから食べたっすね。あ、前回ね、何回か前に僕に送ってきてくれたやつを勝手に食べるっていう事件が起こったね。そうなんすね。あれ何やったっけ？僕は AB 型コンビで、千秋さんと二人で。千秋と二人で食べ出すっていう。もう。あれ、物なんやったかな？はもう、めっちゃ美味しかった。フグの塩辛と。わ、絶対うまい。カニ味噌。あー、うまいな。カニ味噌バターの。バター、うん。カニ味噌バター。バターもあったっすね、なんか。カニ味噌バターの時のやつやね。多分そうっすね。先に合うな。あれね、ほんまによかったよ。まあ、先にお前らが行っちゃうっていうね。あんな。ケンシンもちょっと何か欲しいもんあるんやったら言っといたら。僕っすか？うん、お前食べ物無理なんやったら。僕は
そう、大きさによってね、送料変わるからね。何が欲しいっすかね。今もあんま欲しいもんないですよね。じゃあ、剣心には送らなくていい。あ、僕、目欲しいっす。めっちゃいい目。僕なんかさっきからずっとこう、呼んでたんですけど、うん、目悪すぎて、これ拾えなかったんですよ。来週、いっぱい届くように集めような言うてんのに、目が欲しいって言ってんの。はい。もう、怖すぎるね。ユウはなんか、あ、自分、ドライマンゴーとか欲しいです。ドライ、お前めちゃめちゃ好きなんですよ。セブ行け、セブ。セブ行きたいぐらい、もう、マンゴーの収穫だけ。ドライマンゴーお土産とかでもらってへんの、従業員から。あー、もらってないですね。あー、じゃあまだ馴染んでないね。馴染んでないっすね。あ、でも、クラハのベッドにあったやつ。もらいましたよ、ドラえもん。お前、なんで、勝手に食べた。なんで、その、フレッシュな方じゃなくて、ドライがいいの？あ、フレッシュの方がいいんすけど、うん、ドライの方がなんかこう、手軽に。食べやすい。あ、遅れるかな、はい。あ、食べやすい。あと、持つし、紐。うんうん。ちょっと、あ、でも本場は、あの、生のフレッシュマンゴーの方がいいんや。はい、生の方がいいっすね。生送ってもらおう。おぉ。わ、食いた。めちゃめちゃうまいよ、でも。やばい。だって僕目ですよ。もっちゃいや食べれ物は送ってもらったもの食べれないっていやいや、なんかさっきのもう思いがやばくないですか。100円もらって買ったみたいな、うん、嬉しい、ういう、めちゃめちゃ嬉しいですね。でもだから泣けるぐらいマジで。もういいの、剣心は目っていうことで、うん、僕あの本当に食べたいの言っていいですか、うん、チキンが欲しいです。やっぱあ、クリスマスやからね。スス、はい、去年クリスマス時期あのチキン買ったっ、あの何だっけ、食ったっすよね。なんかケンタッキーが送られてきたよ。あー、ケンタッキーとピザが送られてきたね。クリスマスっぽいっすね。ピザーラから宅配で、あー、いいなー、うん、めちゃめちゃ送られてきた。ピザーラから、うん、すいません、ユリンチュッパチャップスも買ってくれたの。うわ、めちゃめちゃ嬉しい。ちょっと買いすぎちゃうか。買いすぎっすね、完全に。うん、まあまあ送料ママに出してくれるっていうことだから、ピザ100枚送ってくれるんやったら送って。送ってほしいですね、うん。食べれるっすよ、僕。そう、料金はね、全然食べれる。料金支払い済みで、うん、なんか、ネット予約で、はい、なんか、料金も支払って送ることができるみたいで。嬉しいな。ちょうどこの番組の時間帯に、ピザ屋が、あ、もう、うん、大稼働。宅配で来るっていう。うん、あれでも、嬉しかったね。クリスマスだから。もう、クリスマスもう明後日か、明後日から24、25ね、どうなの、クリスマスの予定は2人は。僕さっきも言ったんですけど、うん、ないっていう。自分クリぼっち確定かなと。もうホストやりながらクリスマスに女子と会う予定がない。もう地獄の。そうですよ、うん、あれだね、やばいっすね、うん、だってもう前言うたらクリスマスなんかはホストじゃなくても、その辺の大学生でも誰かしら一人女子とおりる、はい、けど予定がない。いや、その店に来るとかじゃなくてこう会う予定とかもないの、女の子と。まあまあでもどうすかね、わかんないです、ちょっとまだ、はい、まだわからへんね。まだわかんないですね、それは。いいわ、自分もちょっとその店はちょっとあれですけど、うん、外ってなったらちょっと今ちょっとグレーゾーン。ああ、会えるかも、みたいな。はい、あれだよ。あ、今年はね、あの、店一人一組制度じゃないんですよね。ああ、懐かしい。うん、あの、今年はもう爆入れ制度。あ、そんなんあったんですね。懐かしいですね、これ。あのね、これ結構、いろいろ、いろんな事件が、事件というか、波紋を読んだ、ね。これは、もう、そう。やらんとこうっていう。従業員一人につき一組しか呼びませんと。そうなんですよね。で、こう、招待券を持った子しか入れないっていう。入り口で何組か返したよね。あ、そうっすよね。ほんまにそうっす。結構断ってて、大変やったから、もう、二度としないでおこう。なんでこんなにしたのみたいな。うん。批判はすごかったよ。だからもう爆入れです。はい。もう。宅が足りなくなるぐらい。まあ、はい、でも、もうだって、そうっすよね。もう二人はもう、ああ、そうっすね。ないのが、寂しいけど。決定でしょ。はい。まだ、あ、わかんないっす。まだわかんない。まあ、二日間あるからな。一回もう街中歩いて、クリスマスの予定はありますかって聞き回ったら女の子。ああ、逆に。うん。内子絶対おると思う。今日ちょっと行こうかな。うん。絶対おると思うから。ちなみにこの中にもクリスマス予定、どうなんかな、みんな。
地元の実家の関西でゆっくりするってそれ正月の話じゃない。クリスマスにクリスマスからもうゆっくりするっていう。まあでも見てくれてる子はとりあえずレッドへ来てくれるんじゃないですか。うん、いやでもなんかどうなんやろな、クリスマスってこうもう予定入ってるよね大体女子たちは。まあでもそうっすよね、何するかみたいな。もう12月、はい、初旬ぐらいからもう大体予定決まってきますよね、決まってる子は。なんかこうやっぱ焦ってくるもんね、うん、あクリスマスそういや予定ないみたいな感じで、うん、あでもちょっとわかるっす、うん、焦ってんの。あ、ちょっとわかんねや。わかるっす。その気持ちはわかんねや。めちゃめちゃわかる。わかるんすけど。あ、ケンシンから誘いないって言ってんだよ。誘ってない、こう、眠ってんじゃない？はい、僕っすか？うん。僕ね、携帯をね、1年に5、6回壊すんでね、多分ね、連絡先が多分ないっすね。もう致命的やね。はい、もう本当に。うん。致命的だわ。ケンシン、モテ余してんじゃないっていう質問に関しては、モテ余しじゃないです。モテ余しじゃないです。うん。はい。あ、クリスマスは、お客さんから同伴、あ、同伴、うん、あ、俺らじゃなくてね。うん、そっちね。そっちの仕事ね。はい。いいっすね。ユニバいいな。ユニバいいな。めちゃめちゃ行きたい。ちょっとこのシーズンにね。これもう、次の放送はもうクリスマスも明けてるんで、クリスマスがどうやったかっていう報告会になると思うんだけど、うん、まあとにかくまあ来週が、この時間ラストの番組に、あ、ラストの番組というかラストになるんでね、うん、お引っ越しっていうことで伝説の会にね、伝説の会、やっぱ伝説の会には僕が必要じゃないですかね。今日何点やった、今日っすか、うん、ケンシン。今日やっぱコメントが743来てるで、743点で。おぉ、はい、何点満点中っすか、1000点。なるほどね。まあ、僕的には。僕は何点？ 100 点っす。40点ぐらいですかね。オッケー。僕的には3点でした。やったー、はい、またね、ありがとうございました。でもなく溜まり込んだこと見つかる、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで伝え込んだ仮面を舐め、落下に紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なこの溺れて この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。